縁側民家の縁側縁側は家の建物の縁部分に張り出して設けられた板敷状の通路である。庭当外部から直接屋内に上がる用途も持つ。縁側は日本建築に独特なものだが西洋建築に見られるウッドデッキ、ベランダ、テラス、ポーチ、バルコニーなどは縁側に意匠的には似ている。和風家屋の障子が 薄明かりの中でその向こうの人や風景を見えるような、見えないような曖昧さの中に感じることができるのと同じように、内でもなければ、外でもないという縁側に、空間を仕切る意識が希薄な日本、家屋空間独特の曖昧さの構造を見るという文化論も語られる。外観内観濡れ縁は、外側の木下に作られる、壁や窓がないか、またはそれらの外側に作られる簡易なもので、 普通は土台に板掛けをし、外側には円束を立て、円かま町を渡して、円板が張られ固定されるが、持ち運びの容易にできる末置く形式のものもある。濡れ縁の木材は、水による腐食や風化に比較的強いものである。必要があり、合板や、ベニや板などの真剣材は不向きである。防虫剤や、防腐剤を塗る場合もあるが、人が暮らす場所に、 塗布できるものかを考慮する必要がある。クレーンは、母屋の外側に下屋を作り、その下に雨戸を立てて、外部と内部の中間に位置する部屋としたようなもので、多くは、基礎の上には作られず、柱を使いしの上に立て、その上に、円桁と呼ばれる丸太や、方形木口の平行材をかけ、小屋組をする。その下は、床組をし、長手方向に、円管板等を貼る。とは、 必ずアマドとアマドを収納するト袋クルを設けるか、金属製か木製のサッシとする。またそれらを併用して、防水設備をする。ありがとうございます。